ザブチャンネル始まりました。こんにちは皆さん、私たちはしばな、私たちは今からどこかしらにドライブを行くところよ。ああ、ビジネスおしどり夫婦は本当におしどり夫婦なのか、モナリザは本当に手が綺麗なのか、どうですかどうですか、ファンデーションは本当に意味があるのか。そうそうそう、著作権がやばいから早く喋り続けて喋り続けて、マジで喋り続けて、はい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 、というわけでこれから私たちは愚痴を言いながらドライブしたいと思います。毎年恒例、イライラドライブ、はい、初めてですけどね、イライラドライブ始まりました。これはイライラしながら、ドライブして街の何かしらに触れながら、いろいろに触れながら行くというね、コーナーでございます。危ねー、著作権危ねー著作権危ねーってくぐり抜けた今は。あ、本当完全にくぐり抜けたよ。本当にくぐり抜けた。大丈夫です。妊婦さんに運転させてると思ってる方いらっしゃるかもしんないですけどね、この人はね、いいよ、いちいち弁解しなくて、別に誰もかっこ悪いとか思わないから。いや、思うでしょ。愚痴ポイントが、10個になってる時に、停車して、その辺で、なんか、買おう。わかった。なんか、司会やってよ。ちょっと待って、なんか探してんの今。あ、探してんの。愚痴探してんの今。うん。はい、ということで安定したカメラが、はい、あ、めっちゃいいねこれ。チャリンコでさ、めちゃくちゃ自分バイク顔で走ってるさ人多くない？まあそうなのか。でもまるで私はバイクに乗ってるんですよみたいな感じでチャリこいでる人がいるってことね。うん、あ、はみ出方とかもね。そう、確かに車のように自転車でね走ってる人、うん、危ないでっていうのは、うん、確かに。この間ニュースでやってたんだけどさ、外国人の Uber Eats の配達員が、道に迷って間違えて、首都高にピーンって入っちゃって、そのまま首都高を Uber Eats で走ってた人がいて、おちょこちょいなんだけど、ただの。あーちゃんとさ、うん、なんか美術館とか行きたいの？美術館、観光が好きなら美術館は好きなべきじゃん。水族館、動物園と何が違うの？美術館、美術館行かないって言うじゃん。美術館で人が作ったものじゃん。そうだよ、人が作ったものは興味ない。水族館も人が作ったものじゃん。え、生物じゃん。展示されてるものが何かってこと。ああ、え、何そのさ、イライラ。あーちゃんには全くわからないもん。別に趣味じゃん。そうっす。どういう音楽を聴くかみたいな、どういう服を着るかみたいな、そんぐらいじゃない、うん。あ、はい。はい。アップルミュージック、同じ曲しかない。え？ああ、確かに。1位から、なんか大体聞いてみよう。ああ、そうだね。1位から10位、ずっと同じじゃない？半年ぐらいずっと同じ。サブスクというか、そういうのがね、世の中に普及した結果、なんか、お店とかもさ、なんか、多分だけど、アップルミュージック流してるな、これっていうさ、わかるわかる。だいたい、プリテンダーが3位くらい。全く同じ曲しか、なんか、街でも流れてなくて、飽きるなっていう気持ちがありますね。それはわかる。知名度関係なくその曲が流行るっていうのはさ、 TikTok ならではだなって思ったんだよね、香水が流行った時に。確かに。ちなみに今どういうドライブしてるの？どこに向かってるのかな、これ。わかりません。今新宿区に入ったから、なんかイライラしたらとかもうやめよう。伊勢丹やだ。じゃあ降りたくない。妊娠9ヶ月だよ私は。私はね、闇マミーだっけを見てね、私もこうなるって決めたの。いや、海外の妊婦さんはやっぱすごいね。あ、すごい。うん、お腹は見せ物よみたいな。妊娠中のお腹は持ち物なの、私たちのみたいな、アイテムみたいな。だから見せびらかさなきゃどうするのみたいな感じで、もうめちゃくちゃなんかピチピチのドレスにハイヒール履いてんの。日本は結構さ、体型とかも隠す、ボワボワのね、服を着て隠すんだよね。基本的に太ってる人もさ、そうじゃん。隠すの思考じゃん。海外太ってるのも恥ずかしくないっていうか、そう誰も悪口言わないんだよね、その。胸も出してなんぼみたいな。よくない？いいよね。いいよね、でもあの顔だから通用するのかなって。海外はだから、ブスいじりとかないんだもんね。ブスいじりなんていうこと
文化がないんだもん、海外って。ねえ。ブスで笑いを取るとか、顔面が見にくいで笑いを取るのは、あっちの人にとったら、はぁって感じなんだよね。そう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 。やば。でも俺最初ブスいじりされてたから、なんか、うん、海外だったら俺、なんか受けなかったのかなと。いじり。海外でブスって言われないと思う。いじりポイントが1個減ったって思っちゃうかもしれない。だってブスじゃないもん、うーくん。本当に。ちょっと嬉しそうな顔しないで。サングラスの下で。嬉しくないし。サングラスの下でちょっと嬉しそうな顔してるでしょ。いやー、汚い。だからとにかく、その海外のね、妊婦さんのね、あの、スタンス超いいと思った。ね。誇張して言ってるんだろうなとは思うけど、あの、堂々とする態度はすごくいいと思うよね。あーちゃんはそうなっていいんだよ。うん、なんかあーちゃんそれで昨日元気出たもん。え、待って、ここさ、なんかのロケ地じゃない？知らない？あ、あれじゃね？君の名はじゃね？え？君の名はじゃん。君の名はだってこれ。やる？いや、なわけなくね？本当？絶対君の名はだって。確かに君の名はだ。君の名はの最後の君の名はっていうとこだって。そうじゃん、絶対そう。だってさ、あれ都内だもんね、確か。そうだね。はい、ちょっと私言いたいことある。芦田愛菜ちゃんを育てた親に会いたい。あー、なんかあれ最近出てきた。待って待って、出れないんだけど。ちょ、やばい。待って待って、終わった。だってナビ出てきてたんだよ。芦田愛菜ちゃんの親に会いたい場合じゃない。今1万回切り返してなんとか脱出しましたね。いやー、危なかった。危な。あんた妊娠が終わったらセリーヌをブン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 振り回しながらルイ・ヴィトンに行ってグチギャングチギャングって叫ぶんだもんね。あー、かっこいい。わー、それド入り。ド入り。おー、俺もこれさ、このおもちゃのやつ、おもちゃっぽいやつド入りなんだけどさ、うん、ロエベなんだよね。ロエベ、みんなそれ、みんなになんかみんなに言われてる。ディズニーランドのドナルドのお土産って言われた。でもそれが実はロエベっていうのがいいんじゃないの。まあ、そうか、うん、あ、マクドナルドの月見バーガー食べた？あー、食べた食べた、美味しいよね。一回昼飯で出た。嘘、昼飯で出るの？炊き出し？炊き出し。給食みたいに言うなよ。そう、給食みたいなんだよね。うん、ね、岡崎だと本当なんかろくなご飯食べてないイメージあるわ。ろくな、いや、昼飯とかちゃんとしたところで前できる時もあるし。そうなの、マジで栄養管理。ほら、この20が気になってるよ、私は。この顔周りの肉、ここちょっと痩せていこう。私が管理するんで、ちゃんと。いや、あーちゃんがさ、しばゆかっこいいって言うとさ、なんかさ、りょうくんとかその趣味とはさ、いやいやいやみたいな感じになるじゃん。え、バカにならない？私さ、しばゆかっこいいと思ってんだけどな。俺も別に普通にかっこいいんじゃないって思うけど。そう、あの、自分で言われると否定したくなる。そんな言われるほどブサイクじゃないし、普通に中の上ぐらいじゃないって思う。あ、中の上だ。中の上のお友達、イエイ。なんかさ、最近夏で暑いのにさ、ポンスがさ、髪結ぶと怒るじゃん。怒る。そう。なんでやれ。めっちゃ切れんの。いやだって。しかも泣くぐらい嫌だった。あーみたいな。ね。可愛くしてよ。そう。いや、ポニーテールも別に可愛いじゃん。そう。二つ結びとかにしたらどうなの？あ、二つ結びは好きだと思う。でもここから上に上がってると。そう。この顔の周りがないのが嫌なんだって。なんでだろうね。あー、ポンヌ迎えに行きたい。ポンヌもう迎えに行ってるから。ポンヌ迎えに行くところまでカット。はーい。というわけでですね、今ポンスを無事お迎えに行ってまいりました。ポンスはいつもあの年下の子とも遊んでるからかわかんないんだけど、赤ちゃん言葉がうつって帰ってくるんだよね。キャー、あけてたーい、キャーみたいな感じなんだよね。いっぱい遊んだるの、いっぱい遊んだり、いっぱいおさん、あそ、いっぱい遊んでから帰ってくるのでね、いつももう5時ぐらいに限界を迎えてるよね。ね。見る。じゃあ、こっち。
え？何？いつもなんか家までねちょっと遠回りしてドライブして寝かすんだよね。なんかご飯予約しとこうかな。次は何買ったの？はい、というわけでですね、まあ今日のサブチャンネルはこれで終わりになります。私もう眠そうなのでね、終わりにしたいと思います。じゃあバイバーイ。